こんにちは、トミーです。本日ご紹介するお店は、今年池袋にオープンしたお酒が楽しめる居酒屋や焼肉屋さんなどいくつか紹介させていただきます。1軒目の店は19番出口から徒歩2分、お店の前を通るといつも混んでいますよね。スタートは生ビールで、イタリアンなもつ煮込み小352円、チーズ&バジルソースが癖になります。肉刺し盛り合わせ869円、この炭刺しすごく美味しかったです。妻は赤ワイン、私はこのホッピースタイルの、中は香類焼酎、外はバイス瓶で。バジルつくね1本198円。他にもいろいろと頼んでいきましょう。鶏レバーペースト429円、トリュフハムカツ275円、ハムカツの中にはチーズイン、餃子ラザニア539円。2軒目はこちら、金子さんから歩くこと2分、ウォーキングループの焼肉屋が2023年にオープン。乾杯はプレモルで。和牛のご褒美ユッケ1280円、ご褒美まさにその通りのうまさ、上タン塩1500円、この上タン塩も絶品です。上ロース1800円、ハラミ1100円、このハラミも本当に美味しかったですよ。3軒目はこちら、正面に見えるのが西武百貨店でして、池袋駅東口からは徒歩2分のこのミリッチ。こちらの天狗さんは今年の3月にリニューアルオープン。今日はお一人様なのでこの立ち飲みセットで、1杯目は3点ドリンクから。これが1点は破格、焼酎の中1点、スタンプの裏面はスクラッチ。さっき焼酎中を頼んで残りは6点、他に何か頼みましょう。残り3点、レモンサワー1点、この串物はお酒にぴったり。しまいの1点はウーロンハイで。4軒目はこちら、池袋駅西口から歩くこと5分、とりあえずの生ビールで、生ビール660円、お通し。ごちくし盛り合わせ1100円、
まずはこの丸いガリメンチから。熱々で超ジューシー、後味すっきりです。これは里芋の串揚げ、小餅昆布、串揚げなのに油っぽくなく、どれも本当に美味しいです。このぶりおろし醤油が個人的に一番好きです。5軒目はこちら。もんじゃ美味しそう。最近では珍しい。種類299円、プレモル329円は安い。今治焼き鳥行きましょう。この鉄の重しが今治焼き鳥の醍醐味。鉄の重しを乗せたらタイマーセット。塩だれをかけていきます。実食。周りがパリ、中はジューシー。これは酒が進みます。胸肉もいただきますね。6軒目はこちら。池袋駅西口から歩くこと4分。西口にあるネギマ三蔵の姉妹店が今年の4月にオープン。まずは生ビールで乾杯。春菊パクチーサラダ495円。2代目和牛もつ煮込み715円。黒毛和牛のもつはプルンプルン。2杯目はホッピーで。ネギマ串もも塩タレ1本109円。三蔵といえばネギマですよね。これ1本109円は安い。大人のフライドポテトトリュフ594円。最後の店は11月にオープンしたこちら。一杯目は生ビールで。このユッケめちゃうまかった。タレは3種類で、このフルーツダレに辛味噌ダレとごま油。名物厚切りタン 60G1780円。マンゴーカットの厚切り牛タン頼んで大正解。このステーキ肉にはリンゴ入りのブランデー、本日限定のファイヤーステーキ3480円。お肉は黒毛和牛の赤身シンシン。最高の焼き加減。このフルーツダレとの相性抜群でした。ホルモン盛り780円。